それとですね、なんか昨日17日にあの政府と公明党が大筋合意です、なんだっけ、特定秘密保護法案っていうのね、なんか大筋合意しましたね。なんかあれですかね、再稼働したのももう秘密にしてしまうという、動いてるのも秘密にしてしまうってことですよね。もうで、なんか議員さんが言ってるんですけど、もう国会議員だけじゃ止められない、世論をみんなで止めるしかないと。ということはあれですよね、だから僕ら市民がみんな逆に議員さんに要望してこういうことやってくれってどんどん言ってった方がいいと思うんですよ、僕は。と思いました。なんかね、そう、逆にもう、いっぱいいろんな、ね、議員さん忙しいからいろんなことがあるじゃないですか。これをやってくれって言っちゃった方がね、動くんじゃないかと思いましたね。あとですね、もう一つ、昨日朝日の当たる家という映画を渋谷のアップリンクに見に行きまして、ね、でですね、その前に僕自分の、ライブハウスでライブやってるんですけども、そこのね、ずっとそれで311以降もう原発の話とかしたりこうやってるんですよ。で、そこのスタッフの女の子がね、なんかでもその問題に関わるとなんかもう入り込んでもダメになりそうだから、スルーしてしまったという話なんですけど、スルーしてたんですけど、そのこの映画を見て号泣して、ね、これ俺の言ってたことは正しかったんだみたいなことを言ってます。だからね、これを今東京だとアップリンク渋谷でやってるんですけれども、自分の知り合いの原発に関心のない人一緒に連れて見に行ってください。それで流してくださいというか、ね、そうすれば分かってもらえると思います。映画見ても早い、原発のことを、説明してなんかいろいろみんな放射能とか言われてますけど、これを見てればすぐ分かりますという感じです。ぜひぜひよろしくお願いします。で、これね、人が入ってくんないと、DVD 化もされません。今本当ね、大変です。ちょっとね、平日とかね、見に来る人ちょっと少ないんで、ぜひぜひ行ってください。よろしくお願いします。というわけで、ちょっとじゃあスペースコールをさせていただきます。いきます、スペースコール。初め英語いきます。We love freedom。Come on!
ました。